ドラマの主題歌となった野地由紀子さんの「北信濃絶唱」がこの年ヒットしました。野地由紀子さんです。よろしくお願いします。野地さんはデビュー曲の、はい、もう私が生まれて育ったところがもう爆発的なヒットで、ありがとうございます、ね、もうシンデレラガールって言われました。そうですね、そういうネーミングではなかったですか、はい、当時は。そういうあれではなかったですけれども、はい、でも本当にもう何回歌っただろうっていうぐらい、もう気が遠くなるぐらい歌ってきました。あ、気が遠くなるんですね。大ヒットはしょうがないですよ。それはね、街歩くのも大変だったんじゃないですか。いえいえ、私の場合はあの地味でしたから。そうですか、はい、デビュー当時地味でしたし、でも一目見てわかるじゃないですか、野地さんだって。いや、意外とね大丈夫でした。私たちにとっても思い出深い曲ですけれど、はい、ありがとうございます、はい、で、あの変ですけどここでクイズなんですけど、クイズ、はい、いただきましたね、はい、あの北信濃絶唱が大ヒットしたですね、はい、昭和47年、はい、あのパンダが2頭やってきましたです。大人気になりましたですけどね。そうでしたね、はい、そのパンダの名前は2つ並んだ音ですよね。あのそうですね、そうです、そうです、そうです、あの、はい、ランランともう一つがあの間違えちゃうんです。そうなんですよ。リンリンです。カン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 でしたっけ。よくご存知で、ね、はい、もうすごいそちらもブームで、ね、2時間並んでも30秒しか見られないとか、ね、何かこうエスカレーターじゃなくてなんかこうベルトコンベヤーに乗せられたように動いて、はいはい、ずずずずと少しずつ連れていくような感じ。いらっしゃいました動物に。いいえ、当時はあのそんな暇ありませんもの ね、 ね、はい、さあそれでは野地由紀子さん北信濃絶唱を歌っていただきたいと思います。雪の白樺、白樺。